皆さんこんにちは。はのあきです。えー、のダンマップさんはえっとこれで4回も出していただくことになるんですが、実は最後に出させていただいたローリングストーンから21年の月日を経て。なんか戻ってくることになりました。楽しみにしております。よろしくお願いします。 本当って感じで「えあい,いいんですか?」っていうのとかあのすごい嬉しいんだけどできるかなとかあのなんだろうめちゃくちゃ個人的なんですけどあの大学の入試の時にね私の席の一つ前の席に。 頭を丸坊主の男の子が座っててその男の子が振り返りざまになあ自分どんな音楽聴いてんのって言われたんですよ。で「ああ」ってうんクイーン」とかってその時答えたの「ええ本当?」って「僕ねクイーンのコピーバンドやってて」ってこうすっごい喋ってくる子がいたのねそしたらその後、その子も入学式にいたんですよ。そうそれで その子があの劇団新幹線の右近君なんですけど <laughs> そうなのでなんか私の中ではそうあのクイーンっていうともう本当にその右近君との入試の時にあった思い出っていうのがすごくあってその後も本当右近君ってあのお芝居の中とかでもフレディやったりクイーンのコピーバンドやったりとかって言ってなんかねちょっとその自分の。あの すごくすす素敵な <laughs> 高校生時代のクイーンの思い出をその後大学生からめちゃくちゃウコン君に塗り替えられてしまったっていうその, <laughs> その期間を経て今度新しく、えー、クイーンの曲を使って「ノダマップ」で Q をやりましたので私の思い出がここからこの Q の思い出にね 変わわっていくわけですねよし <laughs> 21年ぶりじゃないですかのマップすかのるとねすずちゃんなんか21歳なわけですよ。ということは私が走り回って「のどマップ」舞台やってた頃彼女はまだ生まれてなかったのとか産声を上げた頃だったのみたいな子と一緒に今回やるんですけれどねえそんな。 子もいればまあそうやって聡、えー、さんなんかは劇団の先輩なのでそうだしさんともそのぐらいぶりなんですよなのでなんか劇団で、あのー、再会するのではなく <laughs> なんか離れた野田ワップで一緒にやることになっちゃったんですけどなん聡さんともあの稽古の間にすごい20年ぐらいの距離が縮まって。 あーなんかえっとね今回ねっと劇団にい一緒にやってきた、まあ、お互い独身の頃はすいません、本当すいません一回も聡先輩のことを尊敬したことなかったんですけど今回ねじわじわとね先輩すごいってあのちょっと尊敬し始めてるんですね。なんかあの人って 長い間いろんな経験をするっていろんな意味いいこともあるんだなっていうか <laughs> なんで今回今まで一度も聡先輩を頼りにして舞台をやったことなかったんですけど今回はめちゃくちゃ頼りになって頼りにしてます。ありががととううございますシンプルにに言うと自分が素直に なって嘘がないようなあのものになってたいっていうかなってないと自分自身が気持ち悪いから今回も私あのすごくやりがいのあるあの役をいただいたと思っているのでちょっと難しかったりもするんですけどあのそうやって、えー、自分の中で嘘がないような納得できるような。 形で、えー、皆さんにお届けできたらいいなとそれが目標ですね。はい。えー、皆さん、えー、劇場では当日券もご用意をして待っております、えー。いろんな方に見ていただきたいなと思います。お待ちしてます。